こんばんは。6時45分になりました。県内のニュースをお伝えします。サッカー J2 のロアッソ熊本は今日ホームの KK ウィングで水戸ホーリーホックと対戦しました。天皇杯も含め公式戦3連勝と絶好調のロアッソ、15位の水戸を迎え撃ってさらに上位を狙いたいところです。試合は序盤からロアッソのペース。前半5分、フリーキックに走り込んだのは松橋。前の試合で2得点の松橋、今日も軽快な動きを見せます。さらに前半30分、松橋を中心に攻め込むロアッソですが、得点を挙げられないまま試合を折り返します。ロアッソの猛攻は後半も続きます。後半11分、またも松橋、ドリブルでシュートを放つ。本間がセーブ。さらにその直後、狭い局面、パスで崩して開きのシュート、こぼれている、彼に詰められない、まだウルノがいる、もう一度ウルノ、水戸ゴールをこじ開けることができません。懸命に水戸が守ります。まだ熊本ボール。後半41分には決定的な場面が訪れます。松橋のシュート、こぼれて矢野、松橋、本間がよく飛びつきました。スタジアムがため息に包まれました。お互いにすごいプレーでした。結局試合は0対0のまま終了。終始攻め続けたものの1点が遠かったロアッソ、悔いの残る試合となりました。